Chioleta Chio, Jesus Cristo Nita Nomu, Koto Wa, Kainai Aremasu, Nazika to Yuto, Moshi Watastachi Wa, Jesus Cristo Nonani Yote, On Chichi Ni Tanomeba, On Chichi Ga Watastachi Ni Subete O Ataete Kudasaru, Bingo De Wanai Ne, Atakarakuji De Monai. ちょっと違うことですね。真面目に頼むことです。真面目にというと、やっぱり聖霊信仰。その力、愛するための、その愛、その愛の経験、そして教会にとどまることなど、この、ね、最も大事なことを頼めば、全てが与えられます。 全てが与えられます。どうして教えたちよ。私たちは完全に喜ぶためです。私たちの喜びは、御父に愛されて、御父が私たちの頼みを果たすこと、与えること。これは私たちの完全な喜び。私たちの頼むことは、 御父の御胸に入ることであれば、これは私たちの喜びです。完全な喜び。完成されている喜び。神の御胸を果たすこと。で、それを私たちに無償で与えられています。御父にイエス・キリストの名によって頼めば叶えられます。どうして与えられます。私たちは教会と共に歩んでいるから。 教会と共に歩んでいるならば、イエスクリストを愛することになる。なぜ、教会はクリストの花嫁。クリストが花嫁を愛しています。花嫁はクリストを愛しています。だから私たちは、共助隊と共に歩めば、教会と共に歩めば、イエスクリストは愛することになる花嫁として、花婿を愛しています。花婿のために命をかける。 私たちは、クリストが、御父から聞いて、私たちに命を与え、そしてお父に戻るということを経験します。教会の中では、今日の福音は、そのまま実現されます。だから、本当に喜びを持って、教会たちよ。喜びを持って、信頼を持って、頼もう。頼もう、今まで頼んだことがないと思う。 今まで多分お金とか健康とか何かいろんな問題の解決を頼んだかもわからないけど、それはちっぽけなこと。つまり、私たちにふさわしいであれば与えられます。頼まなければ、もう結構です。頼まなくてもいい。私たちの善のためであれば、健康、金とか全部与えられます。 すべてが私たちの善のために与えられています。だから私たちは何を頼む？主よ、あなたの御胸が私に実現されますように、私はその御胸に入ることができるように、事実に入って命をかけることができるように、その霊を与えてください。誠の人間、誠のクリスト者として生きるように、それを頼めば、教会の中で、天霊の中で全てを頼むことができます。クリストの名によ。 感謝の祭儀、御言葉の祭儀、一席によって、兄弟と共に、クリストの名によって、御父に頼む。そして全ては叶えられてくださる。